いやー40代に入ってから妙にくたたびれてきた感じがするんだよな30代の頃まではまだ若々しい見た目がある程度はキープできたんだけども40代に入ってなんか体力も落ちた感じがするし仕事も忙しい家庭も忙しいその他バタバタしてるから、まあ、日々疲れてる感じがするんだよな、まあ、見た感じもくたびれ感が出てきたからどううにかしたいななと思うんだよな誰かマイナス5歳ぐらいに見せる方法をバシッと教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん こんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが40代からマイナス5歳に見せる方法5000というテーマでお届けをしたいなと思っていますまあ、冒頭にもお伝えした通り40代ってですね結構くたびれるなと僕自身が実感してるんですねまあ、現在僕も42歳で2次の父ということで日々ですねバタバタと生きてるわけなんですねまあありがたいことにお仕事も忙しい時期ですしあとは子育てですね子供がちっちゃくてですねまあ、一番ですね子育ての中でも充実してる期間でもある あるかな？と思うんですね。その他にもやらなくちゃいけないことがもう山積みになっているので、40代って忙しいなあと実感しています。まあ、その中で自分の体力もですね。徐々に落ちてくるので、まあ、見た目の部分でもですね。若々しさって、ほっとけばどんどん失われていくかなと思うんですね。もちろん、そもそも若く見せること自体がいいことなのかっていうところも一つ考えるべきところだなと思っていまして。まあ、自然な状態で徐々にですね。年齢を重ねていくというのはまあ、これは1番いいと思うんですけども。ただ 一つの趣味として若々しく見えることで人から褒められたりだとか、まあ、自分自身のモチベーションが上がるということも僕は決して悪いことではないかなと思うんですね、まあ、僕たち40代の世代だと同級生でも若々しく見える人もいればもうすっかりおじさんの人もいますこれもどちらが良くて悪いってことは全くなくてその人のコンセプト次第だと思うんですね自分の見た目にこだわらないという生き方も全く問題もないと思いますしむしろそっちの方が楽でいいのかもしれませんたただ自分の見た目もですねある程度キープしながら 若々ししくいいいいろんなことにチャレンジしていきたいというのもですね一つの生き方として僕はですねなかなか面白みがあるのかなというふうに日々実感しているわけなんですね、まあ、そういったところを踏まえながら今回はですね僕自身も意識しているマイナス5歳に見えるための方法をですねちょっと5個ひねり出してみましたので皆さんと一緒にシェアができればなと思っていますもちろん僕はファッションの専門家なのでファッションの部分もお伝えしますし、まあ、それ以外の項目も含めて僕自身が実際にですねいろいろと試しながらこれは結構良かったなというものをですねまとめてみます でよかったら最後までお楽しみいただければなと思いますまた皆さんの方でもですねこういった方法が結構若々しく見えたりするから試してみてっていうのがあったらですねコメント欄の方でシェアをしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はいといとうことでこ,こからはですね具体的にマイナス5歳に見せるための方法ですね皆さんと一緒にシェアをしていきたいなと思ってるんですがまず1つ目はファッションに関わる項目なんですが服の断捨離を徹底して行ううというテーマですねこれは僕自身ですね意識もしてますし日々スタイリングをしていく中で定期的にですねいろんな方のお宅にお邪魔をしながら断捨離のお手伝いをすることもあったりするのですごく実感している項目なんですね。まあ、30代の頃に流行った服だとか って気に入っていた服をですね40代以降着てるとやっぱり違和感が出てくるんですねまあ、数年前の服だとトレンドの変化もですね緩やかにあるのでなんとなく古臭い感じがしてしまったりするんですね例えばサイズ感一つ取ってみても僕ら世代であればですね若い頃にタイトシルエットを散々着倒してきたのでその傾向を今でも続けているとやっぱり古臭く見えるんですねまあ、大人世代だったらジャストサイズでいいでしょっていう方も結構いらっしゃったりするんですがまあ、僕もそれはそれで問題は なないかなと思うんですがただタイトななななものはなかかなか難しいいと思いますジャストサイズから少し緩さがあるぐらいで今のトレンド感を踏まえながらでも大人の男性にはそういったものが似合いやすいかなと思っているのでやはりですね30代の頃に買った服をそのまま着続けるというのはなかなか難しいかなと思うので一度リセットすることが結構大事だなと思いますクローゼットを開けてまず5年以上前に買ったものに関してはもうほぼ捨てていいと思います一らで買ったものだだかからだとかこれは高 っったたかかからだとと、まあ、そうういった理由もあるかなと思うんですが、まあ、僕もですねいろんな服を買ってきましたけども5年以上クローゼットに残るものってほとんんどないんですね、まあ、ベーシックなデザインだから長らく使えるかなと思っていたものであっても、まあ、デザイン的な古臭さだとかサイズ感の違いだとかあとは洋服そのもののくたびれ感が出てしまったりだとか、まあ、なかなか5年経つと難しかったですので、まあ、どんどんですねそういった古いものに関しては手放して今の自分に合うものだとか今の時代の 空にに合うものに買い換えるここととですすねこれがすごく大事かなと思っていまは、まあ、日々の買い物の中で少しずついろんなアイテムを買い揃えていくのも悪くはないんですがその前にですね今クローゼットにあるものを改めて見て一気に数を減らしてしまうで足りないものをちゃんと買い揃えるということの方が僕ははるかに早いかなと思うので一旦リセットするという意味で服の断捨離というのは結構若く見せるためには効いてくる項目かなと思っています。まあ、僕自自身も定期的にですね自分ののファッションの傾向 変が変わるんですねああなんかこの方向性飽きてきたなとかなんかしっくりこないなと思うタイミングが本当に23年に1回ぐらい周期でやってくるんですねまあ、その時には思い切って断捨離するようにしてるんですねまあそうすることで気分的にもフレッシュな感じになりますし見た目もですね今の時代に合わせながらちょっとずつアップデートができたりするのでそういった定期的に自分のスタイルを見直してガライと変えていくという転換期があってもいいかなと思うのでまずはですね自分のクローゼットと向き合ってですね 決定的に断捨離するという項目、ぜひ皆さんもですね、試してみていただければなと思っています。 はい続いて2つ目の項目なんですがこれまたファッションについてなんですけども適度にトレンド感を取り入れてみるという項目ですねこれもかなり大切かなと思います年を重ねてくるとだんだんですね頑固になってくるんですね自分の中でのお気に入りみたいなものが決まってしまってそこから逸脱するのがなんかめんどくさいなとか怖くなってくる感覚ってありませんか僕もですね馴染みのラーメン屋さんに行ったらこれっていうものが決まっていてそれ以外食べない みたいな感じで価値観が結構固定化しやすかったりするんですよねそのですね変わらないというところがおじさん化の一つのですね僕は傾向だなと思ってましてそのこだわりがあるとやっぱりですねかつての自分の着こなしにずっとこだわり続けるのでその結果古臭く見えたりなんかを野暮ったい感じになってしまうという現象が起きるんですねなので適応にトレンドを取り入れるという項目というのはトレンドというものをですね賞賛しているわけではなくてこれまでの凝り固まった自分の ファッションにちょっとしたアクセントを加えるために便利だからこそ僕はですね取り入れた方がいいかなと思ってるんですね例えばサイズ感なんかで言っても先ほどもお伝えしましたが僕ら世代はタイトシルエットのものをですねよく着てたりしたと思うんですね今でも街でピッタピタのデニム履いてる大人世代の方って結構見かけるんですがそれが若々しく見えるかというと全く見えないですし今の年齢に合ってるかと言われるとそれまた合ってなかったりするんですねなのでかつての自分のこだわりにずっとしがみつく 必ずおじさんってしまうということが起きてしまうのでぜひ、まあ、皆さんも定期的にですね自分の着こなしを見直して適度にトレンド感を取り入れてみるのが便利かなと思います例えばサイズ感に関してもタイトシルエットではなくてジャストサイズからちょっとゆるさがあるぐらいですねトレンド感をバキバキに取り入れてすんごい太いデニムを履く必要はないと思うんですね適度にゆとりがあるようなボトムスを履いてみるだとかあとはアイテムに関してはもう周回遅れでもいいんですね、まあ、ファッションが好きな人から見るとそのアイテム もうトレンドでではななくてて定番化しいいと思われるぐらいのものですねこういったものでも全然いいかなと思ってまして例えばバンドカラーシャツだとかオープンカラーシャツだとかあとはグルカサンダルだとかこのようなアイテムってもう数年前からトレンドアイテムとして結構早い方は着ていてですね今だったら結構どんなショップでもですね置いてあるかなと思うんですねただ一般的な感覚からするとこのようなアイテムであってもまだ着たことがない方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですね少ななくととも現状ですね着たことがないトライ したことがないのであればこういったアイテムにトライをするだけでも僕はですねだいぶ新鮮な見た目になると思いますし精神年齢も含めてかなりフレッシュな気分にさせてくれるかなと思うので適度なトレンド感というところは僕は無視せずに取り入れていった方が自分のスタイルというものもアップデートできるかなと思うのでここは便利に使った方がいいかなと思っていますじゃあそのですね適度なトレンドアイテムというのをどう知ればいいのかというと普段の僕の動画を見ていただければまさにですねこのののりをピンンポイントでお伝えしているので、まあ、一つの基準になる かなと思います。僕の動画の中では最このあたりを学びたいのであれば他にですねもっと優れたチャンネルがたくさんあるかなと思います僕のチャンネルというのは大人の男性に向けてファーストステップになるようなアイテムだとかコーディネートをお伝えしているのでそういった意味ではトレンドアイテムをご紹介するといっても数年前から出てきているような割とこう定番化しつつあるトレンドアイテムだったりするので結構取り入れやすいんですよねそういったものを適度に取り入れながら今までの自分を少しずつアップで とととしていくといくくううことがすすごく重要かなと思うのでで、まあ、皆さんもですね自分たちの年齢にトレンドは関係ないといって切り離すのではなくて適度にトレンド感を取り入れながら少しずつ変えていくということにですねトライをしていただくと結構若々しく見えるかなと思うので、まあ、よかったですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい続い続て3点目はですねヘアスタイルを変えてみるという項目ですねこれまたすごく大事で大人世代ってヘアスタイルだとかいつも言っている美容室もしくは理容室ずっと変わらないという方が少なくないかなと思うんですねそうすると今の時代とヘアスタイルが合ってなかったりだとか今のこの髪の毛のボリュームだとかそういったものとヘアスタイルがうまくマッチしてなくてなんか寂しく見えたりだとかそういったこともあったりするので、まあ、定期的にアップデートすることが必要かなと思います まあ普通に来てたらそんなにヘアスタイルのの流行とととかかそうういいっったものって知ることがでできないかなと思うんですね僕なんかは結構雑誌を見ながらですねあこういったヘアスタイルが最近多くなってきたなとかあとインスタを見ながらですねさまざまな美容師さんのアカウントをフォローしていて、まあ、最近の流れはこんな感じかなっていうのをですねキャッチするようにはしてるんですがなかなかそれも難しいかなと思うんですねそこでご紹介したいのがこれ最近買ったですねメンズヘアカタログベストスタイル1000というものなんですけどもこれがねめちゃく めっちゃ良かったんですね。まあ、中をですね具体的に見せることはちょっとまずいかなと思うのでできないのでサライトですが、まあ、基本的には若い方のヘアスタイルが多く掲載されているんですけども、これを見る中で結構ですねヘアスタイルのトレンドだとか時代の流れというのがわかるかなと思います。僕もですね見ながらあこのヘアスタイルはいけるなっていうものもあったりしますし、逆にこのヘアスタイルどう頑張っても無理だなっていうような年齢の差を感じるものもあったりするんですね。その中でもこういったエイジングヘア ヘア図鑑というページがあったりして大人世代に似合うようなヘアスタイルがですね何ページかにわたって掲載されてるんですねこの辺りとかめちゃくちゃゃく参考にななるかなと思います短いヘアスタイルからミディアムぐらいまでちゃんと載ってますし実際にですねモデルさんののの年齢層も含めて大人っっぽいい雰囲気の方が多かかたりするのですするるでごく参考になるかなと思います、まあ、こういったものを見ながら自分の中に情報を蓄積していくことも大事だと思いますし気に入ったヘアスタイルがあったらスマホで撮影しておくだとかあとは 切り取って美容師さんと相談しながら新しくアップデートをしてみるのもいいかなと思いますまあ皆さんはですねこのように YouTube のチャンネルを見てくださってるぐらいなのでさまざまな学びを通して自分自身をアップデートしたいというですね思いがあるかなと思うんですねヘアスタイルに対しても同じですちゃんとよくまとまった情報があったりするのでこういったものをしっかりと見ながら今のトレンドだとか時代の雰囲気を組みつつ美容師さんと相談しながら新しいヘアスタイルを作るというのはすごくいいことかなと思うのでぜひこちらの書籍も含めて 含めてチェックをしていただければなと思っていますまあ、僕自身もヘアスタイルをコロコロ変えるんですねこの1年でも前髪を下げている時期もありましたが今はちょっとセンターパートに近いような形になってますしこれからもですねどん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 ヘアスタイルは変えていく予定なんですねまあ、やっぱりですね僕の中では一つのスタイルに固執してしまうというのが一番おじさんっぽく見える項目かなと思ってるんですねなので微調整でもいいんですよちょっとした分け目の位置を変えてみるだとかいつものヘアスタイルの中でも少し動きを 出すためにパーマをかかけてみるだとか大きく変えてみるのもいいしちょっとした微調整でもいいので今の自分に似合うヘアスタイル今の時代に合うヘアスタイルというところにちょっとだけでもいいのでずらしてみるだけでもだいぶ見え方も変わりますし新鮮な気分にもなれるかなと思うんで是非ヘアスタイルもですね新しい情報を入れながらアップデートをしていただければなと思っています。 はい続いて4点目の項目なんですがゆるメンズ美容に目覚めるというものですねまあ、これもですね最近お伝えすることが多いのでまあ、皆さんもなんとなく勘付いてるかなと思うんですがまあ、必要最低限のメンズ美容はやっておいて損はないかなと思うんですねまあやっぱりメンズ美容というと10代20代の方がやってるようなイメージが強いかなと思うんですがある意味でその時代というのは何をしても若く見えるのでいいんですよそれよりも40代超えてからの方がはるかに重要だと僕は思ってる やるかやらないで圧倒的な差がつくのが40代50代だと思ってるので僕はこの世代だからこそやらなくちゃいけないと思ってるんですねただこのメンズ美容も沼なのでやりすぎると面倒くさいしコストもかかりすぎてしまうので無理のない範囲というところをちゃんとライン引きして必要最低限のところだけやっとくと僕はいいかなと思うんですね例えばもう何度もお伝えしてますが洗顔の後お風呂出た後にオールインワンジェルをつけるというところで化粧水乳液美容液 をこれ一本で賄っていただくというのがスキンケアまずは大事かなと思いますね保湿をするというところですねあとは出かける前に必ず日焼け止めを塗るということまあ、保湿と日焼け止めこれだけをするだけでもだいぶ変わってくるかなと思うのでまずはこれだけでいいのでやっていただけたらなと思っていますそしてヘアスタイル剤みたいなものもですね僕は定期的に買い換えるようにしてるんですねちょっと僕はパリッとしてたりだとかウェットな感じが好きだったりするのでこのデビルのジェルワックスっていうものをですね長らく 使っているんですがこういったヘアスタイル剤なんかもですね自分に合うものをちょっと研究してみて掘り下げてみるのもいいかなと思いますあとは最低限の匂いのケアとしてこういった汗拭きシートみたいなものを持っておくのもいいかなと思います、まあ、先日もご紹介しましたがこのマークスウェブのやつがですねかなり評判が良くて香りもいいしなおかつ清涼感抜群なのでこういったものをちゃんと常時持ち歩くのもいいかなと思います、まあ、あくまで最低限のところでいいと思うんですねあんまりやりすぎるのも正直ですね忙しい40代以上の世代にとっては限 現実的でではなないかなと思うので基本的なスキンケアと清潔感を漂わせるためのアイテムだとかあとはこういった眉毛を整えるだとかそういった時に必要なアイテムだとかそのあたりさえ持っておけば全然いいかなと思うので適度なメンズ美容というところ40代50代大人世代だからこそ差がつくのでやった方がいいというところですねこれ頭の片隅に置いていただけるとだいぶ感覚が変わるかなと思うので是非トライしていただければなと思っています。 はい続いてラスト5点目の項目なんですが自信を高めるために運動をするという項目ですねこれすごく重要だなと思います今更ですね運動することの重要性を説いてもあんまりピンとこないかなと思うんですね僕自身も運動を日々やっているわけなんですがその目的というのは結構明確なんですねまあ僕もですね面倒くさがり屋なので運動するのはかったるいし面倒くさいし疲れるから嫌なんですけどもだけども定期的に運動をするように してるのは、まあ、冒頭にもお伝えした通り基礎的なですね体力というのが年々落ちてるからなんですね仕事もプライベートも精一杯走りきるためには最低限の体力をつけておかないとなかなかしんどいんですよねなので年々ですね下がり続ける体力というところに歯止めを効かせるために最低限の運動というところは意識するようにしてるんですね僕が日常的にやってるのは筋トレですね腕立て腹筋スクワットっていうところは毎日やってるんですがまあ時間にい時間 して10分もかからないぐらいの分量にしてるんですね、まあ、それに加えてランニングもしているわけなんですがランニングのスピードですね本当にこう20代の頃からランニングやってるんですがもう年々ペースが落ちてきてるんですね今の僕自身のペースはですね地元で一番遅いぐらいの歩いてるのとあんまり変わんないぐらいのスピード感なんですね、まあ、あくまで嫌にならない程度に気持ちがいいと思えるスピード感でですねランニングを日々行っています、まあ、それに加えて超ハードなやつもやっていまして テックボクシングをですね、この半年ぐらい通い始めてやってるんですね。これが劇的にしんどいんですね。もう息できなくなるぐらいですね、本格化で大変なんですが、まあ、こういったものもですね、定期的に取り入れることで、体に刺激を与えるようにしてるんですね。まあ、これですね、基本的な体力をつけたいというところもあるんですが、それ以上に僕にとって大事だと思っているのが、自信がつくからなんですよね。まあ、40代になってくると、まあいろんなですね、体力の衰えだとか、自分自身の見た目もですね、大 だいぶ若々しさというところはなくなってくるわけじゃないですかそういったところで言うと自分の自信みたいなものもちょっと下がってくるところがあるかなと思うんですねそこに対して日々ですね筋トレをしたいだとかランニングをしたいだとか最低限の運動を取り入れることで自分のですね自信が上がるんですね今日もちゃんと筋トレやれたぞだとかランニングできたぞとか今日に関してはキックボクシング頑張れたぞっていう一つの自信があることでだいぶ見た目の部分にもですね影響があるかなと思うんですね背中を丸めて自信 なさげに歩いているのとある程度自信を持って堂々としているのとでは全然見え方も変わってくるかなと思うのでそういった意味で自自分の自信ををつけるるために運動をすすすととといいうことはすごく重要かなと思います継続することって結構大変だと思うんですけども僕は筋トレもずっと続けてきましたこのですね数は少ないんだけども続けてきたというですねうっすらとした自信っていうのが僕の中にはあると思っていてそれが結構重要だなとは感じてるんですね、まあ、是非ですね皆さんも無理の ないいい範囲ででいいと思うんですね僕の実感だと頑張りすすぎると続かないですねジムに通ってたこともあるんですが毎回ジムに行って結構ですね頑張りすぎてると続かなくなっちゃうので結論としては自宅で毎日続けられるような少ない時間でなおかつできる範囲でコツコツと続けることですね継続できているっていうです、ね、自信ってすごく重要だと思うので、まあ、是非皆さんもですね無意のない範囲で日々の運動というものを取り入れていただきたいなと思います。それが一つの心の心となって自信 が高まれば皆さんのファッションというものもより堂々と素敵に見えたりするので良い相乗効果があると思いますので是非皆さんもですね日々の運動少ない範囲でいいと思うので取り入れていただければなと思っています。 はいといいととううことでででかかがししたでしょうか今回の動画では40代からのマイナス5歳に見せるための方法5000というテーマでお届けをさせていただきました服の断捨離してトレンド感を程よく取り入れながら新しい自分のファッションを開拓していってヘアスタイルの情報をしっかりととってアップデートしメンズ美容を緩く取り入れて運動するこれさえやっておけば結構ですね見た目の変化は出てくるんじゃないのかなと思いますこのの5つを通ししててやっぱり今の自分に対して自信を を持つこととがでできるかなと思うんですね、まあ、僕はこの自信というものが結構重要だなと思ってまして自信がなさそうな人よりも自信がある人のほうが圧倒的に素敵に見えるなと思っているのでぜひ、まあ、皆さんもですね自分にとって自信が持てるような項目をですね今回の5つの中から1つでもいいのでトライをしていただければなと思っています、まあ、全体に通して言えることかなと思うんですが、まあ、40代以降ってやっぱり新しいことをやるのが結構しんどいし今の自分のルーティンを変えるのが超めんどくさいかなと思うんですね そんな中で新しいことを少しでもいいので取り入れとということがすす。すすごく大事だだなととと思思いいます僕はででね、ね。結構自分ののことをミーーハってるんです、ね、新しいものがあったら面白そうだなと思ってトライをしてみる新しい施設ができたらそこにも行ってみるだとか、まあ、そういった好奇心を持って新しいものにトライすることで若々しさというところは保てるかなと思うのでミーハーと聞くと軽くてなんかチープな感じもするかなと思うんですが、まあ、そういったものも楽しみながらやってみることで見えてくるものもまた変わってくるかなと思うのでよかったらですね プライをしてていいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしていますこちらは結構マニアックで、まあ、メンズ美容についても色々とお話ししてますし僕もですね色んなことをメンズ美容でやってるんですね例えばアートメイク入れてみたいだとかレーザーやってみたいだとか 自分自身を実験台にしながらいろんなことやってるんですがまあ、そういったものも逐一ですね皆さんに報告しながらですねメンズファッションだけではなくて若々しく楽しむための方法も発信しているので気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしてみていただければなと思っています以上スタイリストのシュンでしたまた次回の動画もお楽しみに